えー、34歳、独身女です。私はお笑い芸人の剣道小林さんの大ファンです。アベマ TV などで共演することもあるかと思いますが、ひろゆきさんが実際に共演した時の剣道小林さんの印象、エピソード等をぜひ教えてください。えっと、割と空気を読む人ですね。 その、あの、俺が、まあ、その、まあ、その、若手ではないので、俺が俺がで傷跡を残してやろうとか爪跡を残してやろうっていうタイプではないので、その自分からバシバシ喋るっていう感じではないんですけど、あ、その、まあ、MC の時は喋りますよ。そのゲストで出ていただいておく時は。で、その、あの、まあ、その、みんなが黙ってる時に、ポロッと一個だけ面白いことを言えればいいみたいな。要はその、一個でも面白いことを言えればいいよね。それ以外別に、あの、自分が前に出てなんか、俺の考えはこうだとか伝えたいみたいな感じではないんですよね。 あの、まあ、芸人さんで例えば、香港さんとかって、割とその考えとか主張を喋るじゃないですか。で、あの、ケンコバさんって別にその主張があるわけではなくて、その話の流れの中で、その、なんかちょっと面白い解釈だったり、笑いをとって場を和ませて、まあ、見てる人がその楽しく、そのニュースが聞けるみたいなところに持ってくっていうタイプの人なので、なので、ま、重宝はするんだろうなとは思うんですけど、まあ、そのなんか、ほら、あの、要は、 あの、コメンテーターとして何か新しい情報を出すわけではないので、まあ、どちらかというとムードメーカーなんですよね。なので、その、ムードメーカーをいっぱい置いてもしょうがないよねっていうのがあって、なので別にムードメーカーだったら他の人でもできるよねとかなので、まあ、その、一応大御所に近い位置にはもうそろそろ行くと思うので、多分ギャラの問題でなかなか難しいのかなとは思いました。いや、あの、若手って、その、安いじゃないですかね。ケンコさんだとそれなりにギャラ高いと思うんですよね。 なので、それだったらなんか、ムードメーカーだったら、そうなんか、あの、面白くもないけど、向井さんみたいに頼んだ方がいいよねみたいなのかもしれないので、なので、その、あの、その、ギャラの問題でなんか、その、出番が少なくなるっていうのあるのかなっていう気がしました。